ティンダロッスの猟犬は、時間が生まれる以前の超太古、異常な角度を持つ空間に住む不浄な存在とされる。絶えず飢え、そして非常に執念深い、四つ足で、獲物の、匂い、を知覚すると、その獲物を捕らえるまで、時間や次元を超えて永久に追い続ける、獲物を追う様子から、猟犬、と呼ばれるが、犬とは全く異なる存在である。彼らが我々の住むこの世界に出現するには、90度以下の鋭角が必要である。部屋の角や物品の破片などが形成する鋭角から青黒い煙のようなものが噴出し、それが凝ってティンダロッスの猟犬の実体を構成する。その実体化の直前、ひどい刺激を伴った悪臭が発生するので襲来を察知することができるが、その時点ですでに手遅れとなっている。古代ギリシア人によると、彼らから身を守る唯一の方法は身辺のものから一切の鋭角をなくし、曲線のみで構成することであるという。こちらの世界に姿を現す時の特徴的な形態として、太く曲がりくねって鋭く伸びた注射針のような舌、と、原型質に似ているが酵素を持たない、青みがかった脳症のようなもの、を全身から滴らせる様が描写されている。出自についてはマイノグーラがシュブニグラスと交わって生んだ落とし子たちであるとも言われている。ハイパーボリア大陸の黒魔術師である、黒のベルハディス、彼らの一体である。ルルハリル、と呼ばれていた個体を宮廷の、ジレルッスの結界石、に閉じ込めて敵の抹殺に刺激したという。ただしこの石は、五つなる結社、のスパイであるイードウェイに奪われ、結社の手に渡った。後にベルハディスが倒された後、ルルハリルは新たに達人の称号を与えられた錬金術師エノイクラを抹殺するために差し向けられたが、エノイクラの作り出した。万物妖怪液により撃退されている。